はい、はやむか仕事です。今回は、すごく広がりやすい多毛の方のパーマの巻き方をやっていきます。クリーム状のパーマ液を使って巻いていくんですけれども、ピンカールのイメージでロットで巻いていきます。で、ですね、ほとんどコームは使わずにですね、ピンカールの要領でロットを巻いていきます。で、今回のモデルさんは鉢のあたりがすごく張っていて毛量が多いので、その部分はストレートパーマをかけながら、鉢下にロットを巻いていってウェイトを下げていきます。それで全体のバランスをパーマをかけながら骨格の調節をしながらかけていきます。これ今根元に塗っているのがストッパーですね。このような感じで鉢を押さえていきながらかけていきます。で、この、鉢下のロットというのがウェイトのバランスになりますので、これを、下ろせば下ろすほどウェイトの位置が下がるような感じになります。はい、根元の方は跡がつきやすいので、アールピニングでしっかり留めていきますね。はい、こちら今塗っているのが根元のハッチラインのストッパーです。はい、このような感じで、クリーム状の一液を塗っていきますね。で、これアールピニングをしてしっかり留めていきます。この時にロットがちょっと立つような感じでピンクアールをイメージしてやっていくと、よりいいと思います。あまり内巻きにしてしまうとボリュームが出てしまうので、ピンカールの要領でやっていくと一番いいかなと思います。これが仕上がりのイメージですね。このような感じでやってみてください。